この格好といえばイメチェン動画でーす。月に1回ぐらい出してるかなと思うんですが、今回もね、美容院で髪型をチェンジしてきたので、そちらを動画にしたいと思います。ではもう早速撮っちゃいたいと思います。せーの、はい、こんな感じでーす。今ね、外羽にしてもらっていて、なんと今回もインナーカラーを入れてきちゃいました。いきますよ。ちょっと見えてる？せーの、じゃーん。ピンクというかくすみ赤を入れてもらいました。こんな感じでね、中が赤くなってます。で、今回はブリーチしなかったです。前回グレージュっぽく染めたので、それが落ちてね、ちょっと金っぽくなってたんだよね。くすみ金みたいな。なのでブリーチしなくてもいいっていうことで、今回ね、ブリーチしなかったんですけど、めちゃくちゃいい色が入りました。こんな感じ。トップもね、少し暗めにして、中のインナーの色とはっきり分かれるようにしてもらいました。わかるかな、後ろまで全部赤っぽくなってるんですけど、もうね、なんだろう、すごい可愛いの。私今年27になるんですけれども、なんか全部をピンクにするのはちょっと抵抗があったりするんですよ。こうしてるとそんなにわからないでしょ。でもこう中を掘っていくと、このピンクっていうのがすごい私は気に入っていて、なんかピンクを前面に出したいなって日は、ハーフアップとかにしてピンクを出してます。ちょっとおとなしくしたいなっていう日は、下ろしたりできるインナーカラーはすごい気に入ってます。このね、色がね、すごい気に入りました。なんかね、紫も入れてくれたみたい。なのでこんな色になりました。ちょっと耳にかけてもね、少しだけ出るので、インナーカラーね、すごいおすすめです。私もね、やったことなくて今年初めてやったんですけど、なんだろう、こう一回インナーカラーにしてしまったら、もうなんか全部同じ色に染めるのはつまんないなって思っちゃうくらい気に入っちゃってて毎回ね、美容院に行くのが楽しみなんですが、今回は赤系を入れてもらっちゃいました。この髪型いいなと思ったら、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。インナーカラーね、人生で一度はおすすめです。今日はですね、そんな私の髪色変えたよっていう動画でした。またね、来月ぐらいに美容院に行くと思うので、動画にしたいと思います。誰とくということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。なんだかすごく眠い一日でした、今日は。もう。すぐに寝たい。メイクを落としてすぐに寝ようと思います。なんかね、ゲリラ豪雨が降ってる地域があるって聞いて、皆さんの地域は大丈夫でしょうか？今週末は天気どうなのかな？うん、雨マークがついてる。まだまだ夜とか寒いと思うので、雨に濡れて風邪ひかないようにしてください。ということで、お休みの方は素敵な土日をお過ごしください。おやすみー。